おう、わー、やばい、えぐい、えはい、こんにちは、ストックルのレンです。2022年6月までにチャンネル登録者数目標5万人を目標にしてます。いいプレイがあったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。ということで今日は来ました、ついに来ましたね。早速呼んでいきましょう。いいんすか。はい、レンタロウくんです。お願いします。一回コタロウくんが負けてるんですよ。そうだね。まあその動画はこちらなんですけど、めちゃくちゃシュート入る、スリーポイントシューター。一応あれだよね、中学の頃とか高校の頃結構試合してたんだよね。そうですね、中学の頃が多分2回ぐらいだよね。高校はめっちゃ多かった。高校は本当になんか練習試合とかが多くて、多分10から20回ぐらいやってますね、うん、やってる。5対5でもスリーポイントが入る、止められませんでしたね。逆にレンの印象はありますか。えぐい、1個下でもうほぼ主力みたいなもんだったからね。じゃあ今日はスペシャルマッチということで11点マッチでお願いします。ちょっと3ね連続で決められたらちょっと尺が11点マッチでやっていきたいと思います。お願いします。シフォーお願いします。来た来た来た。連連対決。久々にチェック。わあ、やばい、えぐい。おディフェンス。あれ入る？あれ入る？マジ？え？93っすよ。93？ 93っすよ。まずいね。さすがに93はまずい。頑張りますよ、一旦。おー
やばやばえぐ。えぐいえぐいえぐい。いやーもう。ああ。ここには入らないから。おうわまずいまずい。それはやばい。マジで。ああ。え？え？マジで。負けた。あらしゃ。あらしゃ。アラチケ最強は。レトロクマ。え？てか。二人ボコされました。てかまずいよねこの状況は。確かに。僕も含めなんですけど。さすがにまずいじゃん。君ちょっとじゃあ気合い入れで坊主でお願いします。食べそうにね。食べそうにじゃあ切ってきます。はい、次回の動画お楽しみください。ちょっとワンチャン次のトーナメントに兄貴どっちか出るみたいな説あるじゃないですか。ああはい、欲しいね。負けたから。そこ期待だね。そこでリベンジでじゃあお願いします。はい、ということでありがとうございました。やばい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 。うお早い早い。